ね、歩き続けてきたって言ったら、まあ、そんなかっこいい感じじゃないんだけど、まあ、振り返ってみると本当にな目の前のことをこうやって今にまあ至るみたいな感じで、まあ、その点と点が、まあ、ちょっと振り返るとちょっと線になっててるなっていう感じなんですけどね。だからもうただただやり足りないから来てるっていうかね、曲もそうだし、もっといい曲作ろうとか、もっとすげえギター弾いてやろうとかって思って今に至る感じなんで、うん、なんか常にこうやり足りないっていうか、あのなんかこういう曲を作りたいとか、こういう人になりたいとか、こういうバンドにうちらはなりたいとか、ここでライブをやりたいって、ここまで行ったらその達成するみたいなものが全くないんですよね。だから達成感がいつまでたってもないから、自分でもどこ向かっていくかって分かんないし、曲に関しても作ってるものが全てで、別に何見たい曲をやりたいとかっていうのもないし、うん、だから自分が一番分かんないですよね。そこがなんか満足しちゃったらまあやめちゃうんだろうし、ただ今のところもなんだろう、まあ例えば新しいアルバム作ってたりしても、終わったらまたすぐ次の曲とか作りたくなっちゃうし、あのいやそれが続いていく限りは、まあ、やらざるを得ないというか、やるしかないですよね、もうそれしかないんで、